はい、えー、テニスラジオの下川です。今日はですね、才能との戦い、それについてちょっとお話したいと思いますね。情報は下の概要欄に載せときますので、ぜひまた見てください。あの、フットワークなんですけども、えー、正直、あの、敏捷性、この細かく、タン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 と動くっていうのは、ほぼほぼ先天的要素がやっぱり強いんですよね。一回ちょっと、あの、動画を見てみてください。清水裕太プロですが、彼が才能だけというわけではなく、本当に努力したと思うんですよね。 でも彼の小さい頃をよく知ってるんですけどかなり細かくいいフットワークをしていましたこれはあのテニスラボの動画なんですが清水優太プロなんです勝、ね、手に使っちゃったんですけどあの下の概要欄にリンク先を載せておきますので。 かなりいいサイズなんで見てください。ね、勝手に使っちゃって、小田さんごめんなさい。ちなみにあの清水プロも小学校の時によくうちの試合とか練習とか来てくれたんですよね。なのでよく知ってるんです。足の細かい動き、あれはアキレス腱の反射なんですよね。ほぼほぼ正直、やっぱりトレーニングとかで補えるんですけど、かなり限界感じます。今回の動画で清水プロも かなり練習をされてきたので、この動きはできると思うんですが、ある日本代表のプロなんですけど、やっぱりこの検反射があまりできないんですよね。かなり努力してフットワークを改善したという話は聞きました。そのプロのトレーナーがうちのトレーナーでもあったので、よく知ってるんです。やっぱり突き詰めていった場合、どうしてもプロの世界から見ても限界なのかなっていう感じはします。ただ、それで、じゃあダメなんだってわけじゃないんですよね。人間には、 この能力はダメでも次のこの能力があるそれを活かすっていうことができるんですなので一つのことができないからといってがっかりするんではなくてそれを補う能力があるんですよねで今回お話ししたそのアジリティのないプロも別の能力を使ってそれを補ってるんですよねなので自分を正当評価して何ができないのかそして何ができるのかということを知るということってすごく大事なんですよねジュニアの練習もそうですし やっぱり一般の方見てもそうなんですよね。多くがなんかこう打ち方とかそういう風なあな動画とかをばっかり興味があるみたいなんですけど悪いとは思いませんがやっぱり自分の体の機能的に何が抜けてるって何がいいのかっていうことをやっぱり考えた上で取り組まないと先は厳しいと思うんですよねさっき言ったアジリティも頑張ったらある程度補うことはできますなので全くダメというわけじゃないんですけども視点を変えて、 もっと早く上達する要素を見つけてそこから取りかかるっていう方法を考え出すことがやっぱりベターかなと思うんですねもうすぐ大阪ジュニアが始まります大切な試合が始まる前にもし何か間に合わないものがあるのであれば何から始めていいのかというそこの優先順位をしっかり考えて取り組むことが重要だと思うんですけどもフットワークしかり技術しかりでなんか自分のできないことをばっかりに ななんんかか集中しちゃってそっから先に進んでないジュニアたくさん見るんですよね昨日もある大阪の上位のジュニアの保護者とお話をしましたそこで簡単なデータだけ見せてもらって判断したんですがそこでやっぱり優先順位をつけて取り組むことをお伝えしました多くがやっぱり優先順位が見えてないという部分があると思いますそして多くが 無秩序にいろんな練習会行ったり、いろんな試合を行ったり、それが悪いとは思わないんですけども、何をゴールとしているのか、何を目的としているのかが、なんかわかんない方が多いんですよね。うちの練習会は何が必要かということを明確にしたいので、今日はこのテーマでやるよ、次はこんなテーマでやるよっていうテーマ別の紹介してます。 下の概要欄に出してますので一度見てみてください。そういった感じで自分がやるべきことをまずしっかり見出すことが大事だと思うんですね。もしわかんない方は連絡やそして必要なデータをこちらからもお伝えしますので送っていただけましたら簡単な範囲だったら無料でアドバイス程度はできます。また皆さんにお勧めしたいのはテニスの技術だけじゃなくて指導方法なんかも勉強したらどうかなと思うんですよね。自分自身をコーチするそういう目を持つ保護者の人 ともコーチからの目としてもう少し正確に見えれば何をすればいいかということがよく見えてくると思うんですよね指導恐怖に関してはやっぱり下の概要欄の方に出してますのでいくつか紹介してますから自分に合うのを見つけてもらった方がいいと思います無秩序に何か打ち方とか技術書を読むのも大事なんですけども指導方法を知ることによって何をするかということがこう見えてくるんですよね特に 地方の方になると、教科のスクールが非常に少ないので、ジュニア教科、または競技力を向上させるという情報が非常に少ないと思うんですね。ネットの中では打ち方とかそういうのは勉強できますけど、 コーチングの仕方っていうのはあまり出てないので書籍で調べてもらうのが一番早いと思います。旅をするのも同じで地図がないと目的地に行けないじゃないですか。なので技術を習得するに関しても何をすればいいのかということをしっかりつかむ上でもちょっと指導の方法を学ぶということも大事かなと思います。最初の話に戻しますがフットワークなんですけどやっぱり見判者とかああいうアジリティは 先天的な要素が強いんですよねなので、どこまで対応できるのか、ある程度は対応できますけども、状況によってはそれをそこそこにして、また自分の武器となるところをしっかり磨いていってフォローするという方法を考えてみたら、かなり進展するんじゃないかなと思いますね。その上で、指導の方法を勉強するということも大事かもしれません。今回の情報が役に立ったかどうか、ちょっとわかりませんが、皆さんのお役に少しでも立てればと思います。ということで、皆さん、頑張ってください。